こんにちは。太いうどんまだあります？お父さん、太いうどんある？太いうどん、あいよ。太いうどん大盛りで。大盛りで、うん。あいよ。今日は寒いですね。今日は寒いですね。寒い？うん。そう。かわいいな。あ、そうか。あ、あと納豆ください。朝は寒いよ。あ、どうしようかな。太いうどん、納豆10円上がったんだ。卵俺360、470か。ありがとうございます。ありがとうございます。お父さん、あと納豆と卵もらってもいいですか？納豆と卵。納豆と卵？はい。分かんなくなっちゃった。あの、全部で470円。納豆と卵どこ行った？ありがとうございます。あ、はい、お願いします。別々にしないとつい入ってきちゃうから。ありがとうございます。はい、50円のお釣りですね。いいよ。あ、いや、50円のお釣り。470円だから。300、あ、そうか、そうか。そう、すいません。なんか10円おまけしてくれたけど、実は足んなかった。10円はおまけしとく。10円のおまけいただきます。ありがとうございます。揃ったで役者が。いやいや。お父さん、あの、タレもらいます。やっぱ納豆はまずタレをかけずに粘らせるのが一番いい。粘らして、みんなやめてっちゃうんだよね。卵は後で言わないとスープに入ってきちゃうんで、別々で頼むっていう方法になりました。結果どこもやめだよ、うちもやめだよ。もう半年できるかなと思ってる。もう半年。足が前進まない。足が前進まない。うわあ。もう少し。ただ休んでたら、3日寝たらもう起きらんないよ。テレビ見てゴロゴロしてるだけで。ああ、もう3日寝てらんないですね。足が動かなくなっちゃう。足、ゴロゴロある痛いし、後ろからって股関節手術して骨折のガンまでやったって痛いって言わないよ。痛いって。一人で頑張ってるよ。一人で頑張ってる。休まないですね。まだ大体20分終わるんだよ。1時半まであと2時で閉めて、あと上って3時間休まなきゃ、あと3時に起きられない。
朝3時に起きらんない。3時に起きられないと間に合わない。おお。朝は5時半ってば5時40分とか開けちゃう。うん。暑くて開けてる。暑いから暑いから開けちゃうじゃん。おお。暑くてやんないやんだから。火が燃えてるから全部。そうですよね。ほとんど全部火が燃えてるのが暑くなっちゃう。その時間ボンボンに行ってる人も火が燃えてる。で、たまたま入ってくるじゃん。暑くてなんないやん。なるほど。暑いですね。そのままじゃん。ほんまにいるの。混ぜっちゃう。なんだかないやん。いや、なんとか続けてもらわないと。経費が終わっちゃうよ。営業がない。もう電気ガスみんな4万以上でしょ。うん。水道は2ヶ月に1回の2ヶ月持って4万で1ヶ月にしたら2万で電気ガスだけで10万だ。あー、電気ガスだけで10万上と下だからね。うん、上と下、うん、そんなに買わないやあったよ。うん、あの灯油を使うのに何使うでしょ。うどんの60や70入れるのにあんたそんなに経費かけたってなんぼなんだよこれ。うどんに経費が60や70ってうどんだって結構300円にしたって70だって3、21、21、21000円や。21000は1万経費にかけたってね、その半分がまた知恵で半分がお小遣いや。でも人には言いたくないけど、やっていかなきゃなんねんだよ。国民年金合わせるよりも建て1時5000でも6000でもあれば生活できるもんな。うん、うん、よく言うわけじゃないけど、よく言うわけじゃないけど、寝てたんじゃお金になんねんもんな。寝てたら金になんないっす。寝てたら金になんないっす。子供らに迷惑かかんなかったっか、かけないっつうだけでよ。ああ、子供らに迷惑かけない。子供らに迷惑かけない。別にお姉さんは大丈夫だけど、息子たちはサラリーマンだからよ。何でお金なくたってさ、お姉さんたまにもこうかしてきたからあるわけないよ。それでも孫にはさ、携帯買ってちょうだいとか、何か買ってちょうだいとか、4つパーだとか、まあそうしようがない。携帯だって10万万するんでしょ。今パソコンのちょちょちょってやるのって20万万だろ。もう高校行けばみんな使ってるもん。高いですよね。老後のことなんか考えてないよ。老後のこと考えてないですか。どうやって生活するのかなと思うよ。それはだって10万万のお小遣いでどうやってやっていくの。うん、うまい。子供たちくれとは言えないじゃん。言えないやあんた。僕はもう待って、うちのあんたの生活いっぱいかよ。いくら働いてたってさ、日曜日ちょっと休みだと逆に腕張らないでって、それでママも利者稼ぎだって働いてんだもんな。もらえるわけないよ、利者稼ぎだって。1時間1300円だったな。1時間1300円。ええー、でもあんちゃん丸の内ってんの、 もっと荒坂にいたんだけど、丸の内の中入ってこれ何栄養士だから、丸の内だけど料理長があるんですね。お前よくクビになんねえなって言ったら、後から入ってくる人いねって。料理長なんですね。後から入ってくる人いねって。よかったよ。クビになんなくてよかった。機械はボロボロだしよ。
やっと動いてるな。何でもこの頃は29歳だって僕や朝動かなくなったから何でかなだってこの2人だけはないわけに15万するの、だって15万するんだったらその前は12、3万だけどこれ買ったのはね1万円で買ったんだよ2歳くらいで人参切る機械歩道橋美味しいから昨日歩道橋があった時にそこを通ってるの隣にリサイクルコードがあったあらいいのが出てるようちのばあちゃんが初めて来たなもう買わなきゃ10万で買わなきゃなんでしたうーんこんないいの出てるよあそうかじゃ行ってみなった今ちょうど店員さんがいたよこんないいのこれいくらだった店長がいねえからよ今わかんねえってどこ行ったって小田原にいるって小田原じゃあ聞いといて言ったらね、コンディーツだね。コンディーツのことはよ、俺2万円って言うと思ったんだけど。3万か5万だ、買おうと。コンディーツが2000円買ったんだって言うんだ。2000人いるのかって。なんで2000円置いてよ、全然別としてさ。店長に怒られたろ。おそらく、今のためにやったの持ってやっちゃったんじゃねえよ。そういうことするから、こんなに15万だって、また1万いくらでリサイクルするんだ。2000円で買っちゃったよ。すごい。ああ、よかった。こんな順番が回ってきたんだ。これ買ったって今度仕事やったらこんなリサイクルになっちゃう。そこで2、3万なのすぐリサイクル。そばで。暑いね。おさん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。皆さんこんにちは、フニエ系高吉キキです。今週の土曜日3月30日六本木のベースでライブをします。主催はもう15、6年来のベーシストかつエブリア、それからエンディア、ドラムはブランニューヘビーズだね。 You are the universe 絶対聞いたことあんべ。それからギターゼル大地、そしてフランスのラッパーマイメンスタイカ、あとはいつも挨拶で本当すいません、ユーコナカムーラピアノですね。そして目のいっちゃったピエールタキ。さあ皆さん土曜日お待ちしております。ヘベレケ。